テッドホフことマーシャン・エドワード・ホフ・ジュニアはアメリカ合衆国の電気工学者であり世界初のマイクロプロセッサであるインテル4004の開発者の一人であるニューヨーク州ロチェスターで生まれた1958年にレンセラー工科大学で電気工学の学士号を取得した大学在学中の夏にロチェスターのゼネラルレールウェイシグナルで行った研究に 基づいて、最初の2つの特許を申請した。アメリカ国立科学祭壇のフェローシップを受けて、スタンフォード大学に入学し、1959年に修士号、1962年に博士号を取得した。博士論文の研究の一環で、バーナード・ビドローと共に、最小平均事情フィルタを発明した。1968年に12人目の、 従業員としてインテルに入社した。1969年に、スタンレー・メーザーともにインテル4004のアーキテクチャのアイデアと命令セットの策定をしているときに、様々なカスタム設計の回路ではなく、汎用プロセッサを使用するというアイデアを思いついたと、されている。これにより、1970年代初頭のマイクロプロセッサの誕生へとつながった。 シリコンゲート設計手法の開発と実際のチップ設計は1970年から1971年にかけてプロジェクトを指揮したフェデリコ・ファジンが担当した。1980年、彼は同社で最高の技術的地位であるインテルフェローの第一号となり、1983年に退社するまでその地位に止まった。1983年に インテルを退社して、あたりに移籍し、1995年3月まで在籍した。1996年、セガオブアメリカのセールスマーケティング担当バイスプレジデントに就任した。ありがとうございます。